はい、こんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、6月18、19日の盆栽の、我々の作品展ですね。ところで赤松を一つ選んだんですけど、もしかしたらちょっとダメかなっていうのがあってですね。弱いというちょっとご指摘があってですね。もうあと2本ちょっと選択しなきゃいけないということで、とりあえず、まあ、この木と、それとこちらですね。どうしてもね、今年、赤松になっちゃうんですけど、まあ、これでも話した杉っ葉、心拍が杉っ葉、それと御用が葉っぱが伸びちゃってるんでね、なるんですけど、まあ、この木はただ、これがお気に入りで、ここがやっぱり一つ見どころがここですよね。ここの落ち方と、あとここの落ち方が良くて、これがお気に入りなんで、少し先端積んでですね、整理して、で、あと、もう作品展手前なんで、大きな荒掛けですね、こういう、こう棚を割るとか、というようなことをやって、ちょっととりあえず仕上げてみようかなと。で、もう一本がこれ。これ枝3本でやったやつかな。これをね、なかなかこれだけの細い木って、展示会で飾るのは勇気いるんですけど、針金切って、鉢に植えてですね、まあちょっとおしゃれな席ができればいいかなということで、ちょっと鉢をいくつか持ってきたんで、まあこの木はですね、今言ったちょっと枯れてる枝があるんで、それを取って針金切って植え替えると、ちょっと重さがね、バランスがあまり良くないんで垂れちゃうかもしれないんですけど、これまでいいか。ちょっと深くてですね、これ何番のこれだとね、やっぱ浅すぎちゃうんですね。で、大きさ的にはまあこれか、これなんか面白いんですけど、これぐらい深いと安心。できればちょっとこの鉢をね使いたいんですね。これは私の実はあんまり言いたいようで言いたくないようでっていう。いいやつなんですよ。いいやつなんですよ。これは見て。どうぞどうぞ。ならない。わからない。これはね、私が収集してるんで、はい、まあ見る人が見れば、どういう鉢だってわかるんですけど、これも同じですね。これも同じです。これなんかも、わかんないと思います。楽観ないです。楽観ない。はい。このシリーズ実はいっぱい集めてて、ごめんなさい、なんか鉢の宣伝になっちゃったけど、ダメですね。どれも。ちっちゃいかもしれない、はい。全然合わないですね。はい。だこういうね、ちょっと黒っぽい、これなんか、いいんですけど、はい、ちょっとダメなんでしまいます。ということで、店だけ見せて、自慢で終わっちゃいますけど。見る人が見ると分かる。分かる。あ、これは、あの人のあれだってね。そうですね、この鉢はダメなんで、この3つの中でどれか、はい、選んでですね、やっていきたいと思います。どうしようかな、先これちょっとやりたいんで、はい、これやりましょう。こっちやりましょうかね。針金切っていっちゃいますね。はい。あと枯れ枝があるんで、ちょっと枯れ枝も枝少し多いんで取るかもしれないですね。はい。古い葉は、はい、飾る時には抜くんですか？あ、いやいや、ね、6月実はちょうど中途半端で、18、19って目切りにはちょっと早いんですよね。うん、少し芽が伸びた状態での展示になっちゃうと思います。なるほど。古い葉は残したままですね。その展示会のすぐ翌週以降に今度目切りしてくるんで、そう、その時に古い葉ないとないとダメですしね。新しい芽も少し伸びてる状態なんで、あんまり綺麗じゃないんですけど、傷んでるやつを切っちゃって、先端だけ今、そうですね、傷んでるやつをちょっと切って、はい、あと少しこういう長いやつですね、これ少し抜いてきますね。一旦針金全部取って、どんだけ癖がついてるか、この辺はね、結構こうふわっとつけたんですけど、戻っちゃうかもしれないんで、様子見て、場合によってはちょっと枝のあたりだけだけどちょっとかけるかもしれないですけど、はい、この針金はね、さすがに展示するのは研究家ですから、研究家の、はい、意地ですね、いいですね、はい、ちょっとこの辺は外さないといけないんで、ちょっと針金外してっちゃいますね。1年ぐらいかな、これ1年ぐらい、多分ちょっと動画をね、あれ見ないと分かんないですけど、あ、そっか、残ってるんですね、残ってますね、これかけてるんで。上にあったんでしたっけ？ここにあった、ありましたよね。ここもね、だからちょっとあれですね、ちょっと向かなきゃいけなかったですね。ちょっと今からだともうダメなんでね、どうなるか向いてみて、針金外して、植え替え、そうですね、植え替えですね。で、先ほど言った少し枝の位置が悪かったりしたら、うん、先端だけ、先端だけかけるとか。はい、とりあえず針金は全部外しました。はい、はい、意外と癖はこうついてたんで、うん、よかったですね。植え替えの前にここを整理するのと、はい、あと古っ葉、少し葉っぱが多いんで、特に裏枝が多いんでね、ちょっと剪定とかいらない葉っぱがあるんで、抜いていきたいと思います。はい、ちょっと切れ目を入れてみて、
もうね、時間経っちゃったんで綺麗に剥けないかもしれないですけど、新白はこの時期、はい、皮柔らかいじゃないですか。ああ、いいですね。赤松はなんかこの間やったけどあんまり綺麗に剥けなかったです。あ、でもちょっと剥けたかな。面白いかどうかですね。剥いてみて傷なくなっちゃってますね。まだ生きてる時の、そう、すぐやった方がやりやすかったんですよね。忘れちゃった多分動画の中でもやりましょうかって言ってたけど、言ってると思いますよ、ね、うん、言ってたと思うんですよ、あれね。イルタンさんだって何かやるって言って5分ぐらい見ると違うことやってますよ。そう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 、他が 目に入るとね、気になっちゃうんですよね。そう、まあワンポイントでね、面白いかどうかだけですね、うん、じゃあこんな感じ で、あ、これ裏は全然やってない。裏全然やってなかった。やった。はい、そしたらあとはちょっと長いやつあれかな、ちょっと枝を減らしますかね。ちょっと長いのは切ってっちゃいますね。この辺枝が3つある、見えますかね、うん、これとこれとこれとあるんで、こういう下のやつは切っちゃいます。下じゃないんだけど、あと不要な枝ですね。芽があるところの小枝は芽切りをするためにはこれがなくちゃいけない。古い葉っぱですね。古い葉っぱですね。だけど芽がないところは古っぱあってもしょうがないんで、うん、取っていいやつは取っちゃう、うん、取っちゃうってことですね。こういうのを全然芽がないところなんで、はい、これはもうすごいですね、ごちゃごちゃしちゃって、うん、そんないらないんで、ちょっと長い枝を中心に、あと下から出てるっぽいやつですね、うん、はい、こういうのは、これもいらないですね。そうすると芽が多すぎるっていうのは、やっぱ二また芽作るのにってこと、うん、そうですね、そうですね。それとまあ取っちゃうしっていうことですよね、その部分が、うん、葉っぱが多いと。まあここもよく見ると今枝切ったんだけど、それでも小枝が1個2個3個3つあるんで、はい、これ見えますかね。見えますかね、はい、これいらないですね、こういうね間の。でこういうのもかき分けていくと、こういうところがいらないと。またはきれい、これがでだいぶスッキリしたと思うんですね。こういうのもこれ分かりやすいですね、はい、こういうのね、こういうのもかあれだ、こういう不要な葉っぱと、あとこう下向いてるやつ、こういう長い枝とか下向いてるやつですね。こういうのはやっぱり展示する上で、やっぱりみんな葉っぱがこう上向いてる方がいいんで、はい、はい、取っていっちゃいます、はい、芽のない葉っぱと下向いてる葉っぱですね、はい、そういうのは取っちゃうと。もう何度も同じ話ですけど、これなんか下向いてて芽がないっていうですね、はい、はいはい、もう完全にいらない、はい、ちょっとこんなことをまたやってきます、はいはい、そっちは逆になっちゃうんですけど、頭があって差し枝があって、でこっちが重いんならいいんですけど、裏が結構重いんで、ちょっとこう立ち上がってる枝とか、本当はこれ二股できてるんですけど、立ち上がってるこういう枝とか、あとこの辺が重いんで、これ取っちゃおうかなと思って、これですね、これ取っちゃいますね、これ、はい、はい、ドンと、はい、そうするとこじんまりと。あとは少しここら辺が長いんで、展示会まで時間があるんで、これ辺少しこう引っ込んでた感じ、形で折ったんですね、今引っ込んでた感じですね、形でこう葉っぱ残してですね。さらによく言うと、本当はこれがもう少し上に上がって、これを効かせるためには、この間隔が今まあ同じか、むしろこっちの方が短いぐらいね、頭が独立しちゃってて、裏が本当はね、もうちょっとこう上がってて、これがストーンと落ちてる方がよく見える。これだけちょっと針金かけましょうかね。はい、差し枝を下ろす。差し枝を下ろすのと、こう上げてあげて、うん、はい、ここに間を作るってことですね。はい、間ってなんだって話ですけどね。間ってなんだって。あ、じゃあ、これもですね、針金のかけ方も、どっちかっていうと、これをこっちにこう、差し枝ですから、こっち流れなんで、こっちに変えたいということで、こういう回転か。それをもらいましたかね。え？いっぱい持ってきてください。え？3人分。何これ、なんて木？サワラ？ YouTube 用にじゃないでしょ。サワラ？何？3人分ってどういう意味？3人分って何？はい、大丈夫ですか？なんか突然のお客さんで、はい、後ろから。え？後ろからですか？そうですね、最急ユーザーじゃない、何？視聴者さん。え？リスナーっていうのかな？リスナー。3人分って何ですか？ちょっとね、昼間さんこれやってくれって。何ですか？この前。突然のリクエスト。すいません。なんか突然の。どういう感じ？ただ Q さんに回るんです。何ですか？ Q さんに回るんですって。プレゼント。ああ。かわいい。あら、かわいいじゃないですか。これよかったら、皆さんで分けてあれ。
いたずらしてもらって。どういう流れですか、ごめんなさい。あのほら、YouTube の去年の飯岡でサーフィンやれて、その時来た、千葉から来た、千葉。お兄さんともお話しした。はい、ほら、黒松大好き、昼間さんにいいかなと思って。ドキッて。それ、俺は未消3年です。あ、そう、はい、こんななるんですか。それ、俺15年くらいだと思うんです。ただ、皆さんで。すいません、ありがとうございます。何もお返しができないんですよ。全然全然。いつもね、楽しみに見てるんですけど。こういうこと言うとあれですけど、他のどの、あの盆栽の動画より、やっぱ一番いい。ちょっとここテロップ入れとかないと。勉強になるし、ありがとう。先生方のあれも勉強になるし。撮れてます、今。毎日それが楽しみなんですよ。ということで再開です。再開プレゼント、急にプレゼントいただきました。盆栽Qさんファンの方が、そうですね、大量の、その様子は衛星Qの方で、衛星Qで、あ、そうです、はい、はい、ちょっと興奮しました、ね、興奮しました、興奮中か、いや、何、最初何が何だか分からなかったですね、いきさつはみたいなね、いきさつ何もなしにどんどん木が運ばれて運ばれてきたというプレゼント等々、受け付けておりますと、受け付けておりますと、はい、そうですね、いうことは言っておきましょう。そうですね、で今の方はおせんべいも持ってきていただいたと、おせんべいも食べ物も拒むことはしません、拒むことはしません、あんまり大きい木じゃない方がまあそうですね、好ましいと、はい、贅沢言うと道具とかもいいかもしれないですね。ああ、そうですね、このハサミ使ってほしくてどんどん求める、どんどんだんだんそれもなんか種類リクエストしたりしてね、リクエストしたりして、うん、ステンレスのやっとこがいいです、ね、いいですとまあちょっとだけ針金かけますけど、やっぱこれできるだけ下げたいんで、こう下げたいと、うん、すると少し頭がなんかこっち返っちゃってるんで、もうちょっと寄せたり、これにちょっと細工しますね、これを。じゃあ2個かける。そうですね。ね。ここに1箇所、ここに2箇所。はい。でもうあと極力かけないってことですね。はい。はい。とりあえず針金をかけました。枝3本ですね。ちょうど頭と裏とチェードですね。で裏が少しコンパクトに大きかったんで、ね、でして頭も少しこっと固めて、はい、で差し枝できるだけ下ろしたい。だけどここの間隔がね、開けば開くほどこの差し枝がドーンと効いてくるっていうのがあるんで、針金かけて少しこう下ろしてですね、はい、逆にこれを上げて、はい、これに殺菌させたという感じですね。あ、それであとはもう植え替えですね。はい、はい、これでね、最後ね、3点飾りにするか2点にするかをちょっとやりたいんですよ。なるほど。これ、うん、植え替え終わったらここはね、少しちょっと自分でも楽しみになります。この間出た添えとかだとちょっと大きいですよね。あ、全然全然、もうだからちっちゃい、もっとちっちゃいやつですよね。ちっちゃい、あの本当に商品の、そうですね、10センチ、15センチとか、ね、そうですね、1個ちっちゃくていい欅があるんだけど、それでも大きいかもしれないですね。だから3点にするか2点にするかっていうのがすごく重要で、普通3点飾りにしたがるんですけど、それをね、草だけでこれやったらものすごい贅沢な、あ、そうなんですよ、草ぐらいでもいいかもしれない、ね、だけでやったらそこね、ものすごい勇気いるんですよ。もう多分三畳のところってもう立派な木がいっぱいある中で、うん、これがポーンと置かれて、どうしてもこう贅沢に3点にしたくなるんだけど、それを2点でやれたら結構攻めの攻めです、攻め、あの 2点目だからできる攻めなんですけど、ちょっとそれをここで場所あったらやってみましょう、ね、置いてみて、ではこれですね、鉢はもうそれに決めたんですか。鉢はもうそうですね、本当はねこれ入れたかったんだけどちょっと浅いん でこれでもいいんですけどね、ちょっとこれぐらいの、これどっちが前なんですか。まあ多分これ鉢の流れから言うとこういう感じになって見えると思うんで、こんな感じで、人の好みとセンスなんでどこでもいいけど、でもこれは見せたいですもんね、この変化は。そうですね、鉢の流れが、うん、ど真ん中よりはここはこう真ん中来るよりは少しハスになった方が、うん、ちょっと遠慮しないとね、やっぱりこれ、うんうん、止まった、今日ここの土なんです。あ、こっちにあった。今日はでこれを自分の袋に入れると増えてっちゃうってやつ。
よっ。このへこんでるのがね、意外と入れづらい。へこんだら意外と入れづらいな。これはね、そんなに起こさなくても、少しやっぱり流れてもいいと思うんですよね。ただこれがね、横になっちゃうと良くないんで、ちょっと起こしますね。少し持ち上がってね。はい。な。組み方なんですけど、距離が2本2本2本って3箇所やっちゃったんで、うん、近すぎちゃうんで、ここはちょっと違う針金同士で遠いところを止めるようにしてます。倒れそうだな。もうちょっと、あ、倒れるか。倒れるか。もうちょっと起こすか。あのやっぱり浅いとね、ちょっとあの倒れちゃうんで、パラパラパラと。ギリギリセーフですね。ギリセーフか。ギリギリセーフ。だから木の底に入れたかったんだけど。なんか根に当たるようにって書いてますよね。そうそうそう、根に当たらないと。あ、そうか。下に入れられなかった、ね。そうそう。入れられなかった。何がいいんですかって言われても伝わらないんだよな。うん。気分が。気休めです、ね。気休めです、うん。そういうの多いですよね。まあ、結果が、ね、うん。そう、すぐね、出れば。実験とか言ってもなかなか結果がすぐ見えないから、その影響があったのかどうなのかとかね、ちょっと分かりづらい。ね、気持ちいいって言ってますよね。言ってない。何種類か用意しましたんで、はい、はい、こういうあれですね、日ゴケはこういう足元につけてあげるといいですね。なかなかないんでね、こういうのね、探しても、うん、毛足が短いやつが、毛足の短いのがいいんですよね。三畳でどうなるかね、このチャレンジだよね。三畳でこの細さは3点にするかどうかの問いをちょっと探してみましょうか。はい、ちっちゃいの3点か2点でかいか。これででかいか。ね、そうかもしれないですね。ちょっとこれ葉っぱ切ってちっちゃくなるかな。ああ、この間のあれか、長寿梅。でも結構大きかった気が。あの大きかったでしたっけ。ちっちゃい。あ、これならいい。うん、そのぐらいの気が。かね。あ、これは出せるかもしれない。はい。ああ、ストコロ大きいですね。うん。はい、こんな感じで、はい、はい、まあこちらだいたい、いいと思います。ちょっと立っちゃったんですけどね、本当はもうちょっと寝かした方がいいんだけど、まあここが横になっちゃうのも嫌なんで、まあこれぐらいで、あと倒れちゃうからいいかなということで、あと3点飾りにするんだと、距離がこれがうんと離れてれば、うん、うんと離れてればいけるんですよね。なるほど。席の大きさに、広さによってうんと離れてればこれでいいし、あとはこういう、清姫ってやつですよね、はい、こういう距離があまりなければこういうのとか、こういう長寿梅ですね、前動画でやったやつ、こんなやつが大きさ的にはいいかなって感じですよね。こっちになるかもしれないですね。で、あと草がちょこんとあって、でこれも本来もうちょっとこんな高くないと思うんで、うん、全体の広さと奥行きを見て、ちょっと高さを変えて職を選んでやっていこうと思ってます。でこれがどうしても3畳になってくるんで、こういう形で作りたくなるんですけど、これが思い切ってこれだけ、例えば、ポツンとやったとき、これ邪魔か。これやったら渋いんですよね。そうですね。ここまでの勇気があるかどうか、そうすると。まあ、広さがですよね、うん。そうそうそう。狭かったらこれでかっこいい。そうなんですよね。こういう形ができるかどうか、ちょっとその直合わせのときにですね、まだ考えたいと思います。はい。はい、とりあえず、まあ、一応3畳に出す候補かなということですね。はい、ありがとうございます。はい、以上になります。はい、ありがとうございました。